そしてさらにできる人は絶対これもやってほしい。それが夢の音ってやつです。夢の音。僕は日本全国いろんなところでですね、塾をやってまして、毎月1回行ってね、こうやってお話をさせてもらうってことをよく、してるんですけれども、この夢ノートは、まあ、塾生にはやってもらってます。これは効果がめちゃくちゃ高いんです。100均でいいですから、今日家に帰る、100均でいいですから、何でもいいですからノートを買いましょう。ノートを買ってそのノートに夢を書くんです。でもこの夢はできれば初めのうちはすごく小さい夢を書いてほしいんです。もうそんなの人に言ったら、別にそんなの普通に日常生活で明日起きるじゃんっていうようなことでもいいので、小さな夢を書くんです。過去完了形ですよ。夢は必ず過去完了形です。小さな夢を書く。そしてそれを寝る前に、布団に入ってから書いてもいいです。でもこの書くときにペンは赤って決まってます。なぜ赤かというと、赤は実現の色なんですよ。ですからペンは必ず赤です。そしてそこに小さな夢、いくつ書いてもいいですよ。2つ3つ4つ5つ何個書いても構いません。過去完了形で書いていきます。そして必ず声に出して読んでくださいね。心の中ではダメです。必ず口にして、言霊にして読み上げてください。そしてそれが叶った時、想像してください。自分がそれを叶った姿を想像するってことです。初めのうちは五感を刺激するようなプチ瞑想はできないかもしれない。でもこれは回数を重ねていくと誰でもできるようになります、必ず。そして朝目覚まし時計が鳴りますね。この朝目覚まし時計が鳴った瞬間に、枕元にあるこの夢ノートを読み返すんです。過去完了形で読み返して口に出して読んでください。そしてできればそのまま寝てほしいんです、永遠に。こうすると潜在意識にストンって落ちるんです。これは実現のスピードがめちゃくちゃ速くなるんです。だからできれば僕としては、潜在意識に落とし込む回数ですから、そしてその潜在意識に落とし込むのは起きたばかりのまどろみの時間、この時間が一番潜在意識に落とし込めるんですね。ですから皆さん2度寝3度寝ってしますよね。できれば目覚まし時計を3時ぐらいにかけて20分おきぐらいに起きてほしいわけですね。これは朝7時ぐらいまで繰り返すんです。皆さんの夢はすぐに叶います。まあ今の実現的では現実的ではありませんけれども、でも2度寝ぐらいは皆さんしますよね。この二度寝っていうのがいいんですよ。皆さんがその夢を叶えた姿を想像しながらもう一度眠りにつくわけです。これが一番効果が高いんです。だからこれを絶対やってほしいんです。これは本当に叶いますよ。そして小さな夢ですから余計叶いやすいんですよ。もちろん大きな夢を書いても構いません。でも一番先にやってほしいのはすごくすごく小さな夢なんです。これを繰り返していくと次々とその小さな夢が叶っていくんです。そうすると皆さんはどう思うか、心の中でここに書いたことって本当に現実化するんだって心の中で完結しだすんですよ。すべて心の中で完結していることしか引き寄せることができないんですよ。だからこの夢ノートに書いていくことは次から次へと夢は叶っていく、そういうのを現実を目の当たりにしたときは皆さんは思うんです。本当にこのノートに書いたときって本当に夢が叶っていくって、心の中で完結したときに本当に引き寄せられるようになるんですよ。だからこれを繰り返していくってことです。人生は繰り返したもん勝ちです。人生は繰り返し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 習慣にしていったもん勝ちなんですよ。だから皆さんがまずは決断してほしいんです。何を繰り返すのか、そして何を習慣にするのか。人生は繰り返したもん勝ちです。そして繰り返したものしか絶対に習慣にはならないんです。だからこれを皆さんはぜひ
実践してほしいと思います。これにより皆さんの思い描いている世界、こうなりたい、ああなりたい、あんな人になりたい、その夢は次から次へと叶っていきます。皆さんの思い描いた夢は絶対に叶います。叶えられないのは皆さんが行動してないからです。行動が足りないからです。あとは繰り返し繰り返し行っていけば、皆さんの夢は絶対に引き寄せられることができると思います。そして月収30万絶対にいけます。絶対にいけます。お子さんのためなら頑張りますよね。頑張りますね。さっきと目つきが変わってきましたよ。いいですね。ワクワクしてきました。これを繰り返していくってことです。書いたことは実現します。現実化します。思考は現実化するんです。だからナポレオンヒルが書いたあの本、思考を現実化するって本、こんな分厚いです。ほとんどの人があれをアマゾンから取り寄せた瞬間に、見た瞬間に読む気をなくすんです。まあ、ナポレオンヒルはね、あの思考が現実化するという本だけではなく、たくさんの本を出している。それだけではなく、いろんなカセットテープってやつが世に出てきたんですね。まあ、皆さん見たことないかもしれませんけれども、まあ、ナポレオンヒルという人は自己啓発の祖と言われる人であり、もうあの方は、まあ、今日本にね上陸してきたのは 今から45年ぐらい前ですけれども、この時にこぞってナポレオンヒルの、カセットテープを買ったのは企業が買ったんですね。自分の会社 の, 自己あの 研修用として買ったんですけども、まあ、このカセットテープが40巻セット、50巻セット、60巻セットってありましたけども、みんなもう200万近かったですね。だからこれを買ってね、まあ、買った人でも、まあ、ほとんどの人が思考を現実化することができないわけですね。だからこの思考を現実、ナポレオンヒルが言いたかったことっていうのはたったの一言なんですよ。これは何かというと、未来を結果につく、未来に結果を作るってことなんですよ。未来に結果を作る。だから夢に日付を入れた瞬間、未来に結果を作っていることになるんですよ。しかもその未来に結果を作るのは必ず過去完了形でなければならないということです。必ず過去完了形ですよ、絶対に。そしてそこから逆算していき、ここまでするためには自分は何を成し遂げなければならないのかって、例えば富士山、富士山を例にとってみると、ほとんどの人が富士山の下まで行き、さあここから一番上までどうやって登っていこうかって思うわけですね。でも成功者は違います。成功者はもう一番上に登ってるんです。一番上に登ったところから下を見下ろして、さて自分はここまで来るために何をしたんだっけなと過去を振り返るように考えていくんですよ。この富士山を下から見上げるのと上から見下ろすのでは全く違うってことです。